こんにちは、大黒純一です。僕のワンシングはビデオクリップと一緒に作曲をすることです。まず短いビデオクリップを撮影します。リズムや音の特徴に違いがあるものがいいですね。家に帰ったら気に入った部分をカットして組み合わせてビジュアルのパターンを作っていきます。ワープを使って映像に合ったテンポに合わせていきます。それから音のグルーヴを作り、最後は他の楽器を追加して完成させていきます。こういうビデオクリップを撮影して聴くことだけじゃなく見ることにも集中できればアイデアが広がります。全く新しい視点で音楽制作にアプローチすることができます。